さあ、やっていきますか。相手のチームがこのような感じ。ギルガルとザシアン。こんなんもう、グラウドンで粉砕して終わりじゃん。いや、でもウオナラゴンとかやべえやつもいんな。ウオナラゴンの火力を避けることはできるのか。どうしよっかな。ちょっとグラードンから入ってもいいかも。で、ホリランダーだった時がちょっと厄介なので、ハッサムも出すか。グラハッサムレヒレ。うわ、弱そう。まあ、行ってみるか。はい。はーい、対戦よろしくお願いします。さあ、誰から来るかな。ランドロスから来た。なんかあんま消耗したくないけど、ここ引けるような対面でもないからな。いや、できるには引けるけど、もったいなさすぎる。オーバーヒートで向こうが引いてくる可能性もあるからね、ここ。トンボ返りだけど、この技がなんか火力あるな。こんなもんなのか。誰に引くんだろう、これ。モリアンダーとかあったら美味しいけど、でもこの技警戒で引いてこないよな。あ、ポリゴン2か。お、アナライズ。ここはハッサム出してトンボ返りからの何かだな。い。トライアタック、トラアタか。まあ半減なんで。嘘でしょ。こんなことある？ 俺またこれポケモンユナイトやるやつじゃん。ちょっと待って、そんなさすがにない。1回だけだからな。ああいうネタはなんか1回やったら面白いけど、何回もやったらつまんないだけですからね。うわ、再生されるな。カプレヒエちゃんで瞑想鉄壁積んで無双するしかねえ。さて、自己再生、はい。すぐザシアン交換ってあんのかな。まあ、何しても一回瞑想でいいか。ザシアンはいるだろうし、ランドロス、ここで、マジか。ほら、晴れてるから。水技の火力低いしみたいな、そういう感じなのかな。それなんか挑発とかあの辺読んだんですかね。これでも鉄壁チャンスだな。鉄壁積も。もうレヒで交換しないわ、俺。こいつでひたすら偽り続ける。これザシアンのが来んのかね。ザシアン来たか。ミストフィールド粘る、消えるまで粘りたい感あるけどな。相手がね、積み技なければいいんですけどね。ミストフィールド消して、あとこの晴れ、日差しは治ったか。自分で貼っておいたミストフィールド消したいって、もはやわけわかんないけど。2ターンか。ここ鉄壁積んでもいいな。ソードダンス進んできそうな感じもあるね。一応こっちの方が上だけど、能力上昇、向こう3段階で、こっち今4段階だから。まあ、ここまで来たらマックスまで積むしかないな。マックスまで積んで熱湯で火傷引くしかない。こっちトラ当たり火傷引いてんだから。氷とかなんかいろいろあるんだから、火傷をピンポイントで引いてるんだから。一発で引いても許されるだろ、剣の前。これで相手が5段階、こっちが6段階。相手はもうつまずに殴ってくるだろうな。5段階が6段階はそこまで上がるわけじゃないから。どれぐらい入るんでしょうね、ただ。まあ、一発だけど引くしかないですね。熱湯で。でも2回ぐらいだったらワンチャン耐えるかもしれないのかな。どうだろう。
藤田、まあ他殴るよね。一応能力上昇の割合こっちの方がでかいから2回耐えてくれればいいんですけど、あ全然耐えるじゃん、さすが。もう1回積まれても半分入んなそうなぐらいのダメージだな。やけろ、よーし、まあこれはさすがに許されるだろ。相手だってトラータで一発で引いてんだから、これは許されるわ。よかった、ユナイトやんなくてよさそうだ。さすがにその何回も許されるネタじゃないからな、剣の前。はい、でネットを、これドレインキッスでいいか、半減だけど火傷ダメージもあるし、熱湯で落とすメリットがあんまないよな。ネギス落ちるよね、瞑想1回積んでるし。ワイルドボールそんな技あったの、あ弱。あれか、相手的には反動が嫌だったから打ちたくなかったんだ。弱、引くほど弱いな。オッケー、レザーシアン倒して微妙に回復しつつ、いやー、やっぱこのゲーム、カプレヒレモンスターなんだな。禁伝とか関係ないわ。守護神が一番強いゲームだ。ポリゴン2、でもポリゴン2になんかズルされたら負けるかもな、ワンチャン。瞑想積んで、ズルチャンスを与えちゃうけど、瞑想積めば、ズルされた後に、まあ、でも氷は溶かせるんだよね、レヒレネットあるから。まあ、積めるだけ積んだ方がいいでしょうね、ここまで来たら。その段階もズルし、できないだろう。なんか焼けるのが一番いいまである、これ。焼けず、はい。瞑想、もうマックスまで積んじゃっていいだろうね。コウさん、対戦ありがとうございました。いやー、よかった。ナイスカプレヒレ。さあやっていきますか、クイックバトル。どうしよっかな。今エースバーンとかがかなり強くなったんですけど、クイックバトルに適当があるかというと、まあなくはないけど、こいつじゃなくてもいいな。アロー行くか、ちょっと。アローもね、めちゃくちゃ強化入ったんで、空を飛ぶのパワーが上がったらしいけど、まあ空を飛ぶっていいか。技これ変えてもいいな。あ、もっと火力に寄せていい。キアの8巻引きとかいらんもん。こいついらないいらない。ピントレンズ。これはお助けバリアもいらん。鋭い爪。これできるだろ。最強ファイヤロー。うい。本物のヒカキン。ヒカキンの金ってその金だったの。それだからいじめられてないか、ヒカキン。でも前なんかマガジンでヒカキンの漫画あったけど、スキーのなんかコーチみたいなやつが、今日からお前はヒカキンだみたいなこと言ってて、マジかって思いましたね。悪口じゃん。対戦よろしくお願いします。アローはね結構使ってたんだけど、アップデーが来てから使うのは初めてだな。こいつ今普通に序盤の火力がえぐくて、割とレーン戦でかなり強い。逆になんか中央に行かなくていいと思いますね、こいつ。レーンでかなりラストヒット奪ったりできるから、ルカリオとかにも対抗できるキャラだし、レーンで暴れた方がいいと思う。まあ、強いキャラがレーン行くというよりかは、やっぱ弱いキャラにもレーンでジャングルで育てたいみたいなやつあるよね、ちょっと。やべえ、レベルがやばい。レベルじゃない、HP がやばい。ナイス。いけるぞ。ほい。倒しゲンか。え、もしかしてあいつ、神速ルカリオだ。やばい。逃げよう。逃げた。進化したいな。神速ルカリオもバグ抜きにしても火力やばいからな。三つ葉返しゲットと。ナイス。ガブが倒した。おお、火力やばいな。僕はブレバーで使ったけど、空を飛ぶで使ってみるか。空を飛ぶ難しいんだよね。
ほい、火力やばいな。点入るかこれ。うわ無理か。ほい、ウザ全員倒したい。あべ死ぬ、死んだ、最悪。あ、いないと技を覚えたわ。ルカリオが暴れてる。ソロドむずいな、やっぱこれ。難しいのは知ってたんだけど、思ったよりやりづれ。え、あのルカリオ大丈夫か。ちょっとめちゃくちゃ暴れてるぞ。やべ、ルカリオが暴れてるとどうしても疑っちゃう病気にかかった。まあ、でもあれまだバグって言われてないからな、9月26日時点では。こいつまだラルトスじゃん。え、キルリアにすらなってない。ほい、使おう。おら、敵陣で殺した。やば。なんだこれ。使いやすさで言ったら全然ブレバだけど、火力やばいな。何これ、バグじゃん。これもなんかバグってないか。ちょっとパワー、ほい、スティール能力もなかなかえぐいですね。ブレバもスティール結構できたけど、空を飛ぶの方が防ぎようのない感じがある。お、あいつ一生ラルトスのままにさせとこうぜ。スティールしまくろ。こいつ一生ラルトスのままにしとくわ。なんかいる。あれ、ミスった、撃つ方向ミスった。ほいほい、まあ、このゲームはなんか弱いやつを狙うゲームだからな。弱いやつって言うと言い方悪いけど、もうそういうゲームなんですよ、マジで。ほい、強いな、ファイヤロー。こいつマジでやべえ。もうちょいなんかレートとかで、レートランク馬とかで使ってみてもいいのかも。そのルカリを倒したいな。めちゃくちゃオボン食うんだけど、人んちのオボン。めっちゃオボン食うじゃん、お前。おら、え、あとこいつ急にサーナイトになってる。さっきまでラルトスだったじゃん。レベル上がりすぎだろ一気に。なんだこいつ、さっきまでラルトスだったじゃん。なんで、なんでだ。ワープ進化してるぞあいつ。なんだ、おかしいだろ。ほい、パワーやば。やべ寝た。やべ、やわらけ。耐久はゴミだな。ガブリアスさんがクレビウス倒してくれた。なんかクイックバトルでこのステージ最初は面白いと思ったけど、ある程度確率すると一番のクソステージということがよくわかるな。動く歩道の方が嫌いだったけど、あっちの方がまだマシな気がする。まあ、クイックバトルでもあれはね、勝ってるチームがずっと勝ち続けて終わるよな。序盤有利取ったチームが本当にずっと勝ち続けるみたいな。はあ、やば。ピョエー、よし、ファイヤル面白いキャラになったな。まあ、結構勝ってそう。大地さんありがとうございました。サーナイトが一生ナルトスだったの面白かったけど、急にサーナイトに進化してたの面白かったな。あれ MVP 取れなかった。いや、殺すことに夢中で点全然入れてなかった。大変ありがとうございました。